皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー16のメインディレクターを担当しました高井博史です。はい、ファイナルファンタジー16、コンバットディレクターを担当しました、鈴木亮太です。皆さんこんにちは。私はマクシミリアン・デュートと申しまして、コンテンツクリエイターをさせていただいております。今日はこのステージにて高井さんと鈴木さんに一緒に立てることができて非常に光栄で、とても嬉しく思っております。まあ、私はすごいアクションゲーム、格闘ゲーム、とりあえずコンバットが大好きなので非常に楽しみにしております。よろしくお願いします。いや、とんでもないです。一緒のステージに上がれるってことは僕たちの方が楽しみにしました。僕自身も対戦格闘ゲームだったりとかアクションゲームが大好きで、マックスさんの動画は今までたくさん見させていただいて、今回一緒にステージに立てることを光栄に思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。そう言っていただいて非常に光栄です。まあ、開発者とともにコンテンツクリエイター として関係性を築いていくことが非常に大事だと思っておりますので、すごくありがたいお言葉です。そして私の動画を見てくださっているということであれば、本当にその格闘ゲーム、アクションゲーム、アクション RPG、 その中の戦闘システムに非常に興味を持っているということもご存知ではないかなと思うんですけれども、16に関しても、今まで見てきたその動画とかトレーラーの中ではもう本当に素晴らしいコンバットが入っているのではないかなというふうに思っております。で、個人的にすごい気に入っているのが、その1対1、人間の相手 に対してなんていうかにと戦うシーンがすごく面白いんじゃないかなというふうに思っておりますので、なんていうかその竜騎士とか森の中で忍者と戦うという場面もあったんですけれども、すっごいかっこいい技がたくさん使われていて非常に楽しみにしております。確かにいろんなアプローチでいろんなキャラクターと戦えるっていうシステムになっているので、マックスさんのご指摘の通り本当にその点は楽しんでもらえるんじゃないかなと思ってます。ゲーム内の戦闘場面に関しては本当ゲームをプレイしているだけじゃなく、ゲームを見ている人でもこうゲーム画面が魅力的に見えるようにっていうのはもうチーム一同全力尽くして作ってくれ来ましたので、そう言っていただけると非常にありがたいです。もうまさに今までしてきた情報を見てると本当にその努力を感じておりますし、アクションを見てるともうすごい大胆で見た目が素晴らしいというふうに感心しております。で、少し質問させていただければと思うんですけれども、今回はちょっと他のメインライン RPG とちょっと違った点としては、もうアクションがもう前に出ていて一切ターンベースの要素を入れていないというふうになっていると思うんですけれども、その中で、このアクションの戦闘システムを作る上で絶対にこういう瞬間というかこういう戦い方を入れたいという思いに関して少し伺ってもよろしいでしょうか。まず大前提として、完全なアクションゲームとしてのバトルを成立させようとした大きな理由としては、より多くの人たちに遊んでいただきたいって思いが一番強かったので、そういう人たちが望んでいるものがどんな形だろうって考えた時に、やっぱりコントローラーを触ってこうアクションがダイレクトに反応して、そしてリアクションがダイレクトに返ってくる、こういうゲームっていうものが一番まず望まれている方が多いだろうと思ってアクションゲームっていうものを選択してます。その上でやはり手触りっていうものはすごい大事にしているので、クライブが本当にもう自分かのように動かせるような手触りっていうのも大事に作ってきましたし、あとは遊んでいただけるプレイヤーの皆さんごとにもういろんなカスタマイズ、そしてどんな遊び方、我々も想像できないようなプレーを見せてもらえるようなシステムっていうものを構築できるよう努力しました。すごく納得できます。やはりプレイヤーとしてアクションゲームから一番求めているところっていうのはそのカスタマイズできる部分、自分のプレースタイルに合わせてプレーできるっていうところなので、とても素晴らしい答えでした。ありがとうございます。コンバットディレクター的には、そうですね、やっぱり今回リアルタイムアクションっていう形でコンバット構成しているので、本当にアクションが苦手な人からアクションが得意なヘビーユーザーさんまで、楽しんでいただけるようにコンバットを設計しています。ぜひファイナルファンタジー16を普段アクションゲームを遊ばない方に僕としてはぜひ遊んでいただきたいなと思っています。それが遊べるだけ のコンバットシステムは構築できていると思っていますので、
Because Final Fantasy 16, you know, it's our first time going into this real-time action, we wanted to create something that, again, was going to be really exciting for action players, but we also realized that, you know, there are a lot of Final Fantasy fans out there that aren't that good at action games, that aren't that familiar with action games, so we wanted to create something that felt good for them as well, and create this system that felt very balanced, and it felt like it was for everyone, and I think that we've really done that, and we hope that through Final Fantasy 16, we've created a game that can bring fans, you know, maybe that didn't like action games and learn to love action games through Final Fantasy 16. もうアクションゲームが大好きなあの人としては早く手に取ってプレイしてみて自分のプレイスタイルをいろいろ発見していってチャレンジにあの難しいコンテンツにいろいろやっていきたいなっていう気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。それではあのこれまであまり長い時間でこうバトルをじっくり見せる機会っていうのがなかなか我々も提示できていなかったので、今回はバトルのゲームプレイ、実際にプレイしているところを皆さんに見ていただこうと思ってます。準備はよろしいでしょうか？ So you guys ready? 今日どんなことをしようかと思っているかというと、まずステートオブプレイをご覧いただいてない方のためにちょっと簡単に説明させていただくと、ステートオブプレイでは本作の、モブハントのシステムについて紹介しました。プレイヤーの方々はリスキーモブ掲示板を通して各地にこう点在する対象と討伐対象について情報を得ることができますので、まあそれをもとにリスキーモブを探してもらうってことになるんですけど、はい。でこのリスキーモブ掲示板で討伐する対象になるモンスターに関しては、あの敵の強さによってあのランクを分けてます。まあ、C ランクから S ランクまでまあ分類されてますね。なので今回はぜひマックスさんにこのハントに挑戦していただければなと思っております。はい、それではぜひあのハントにあの行かせていただければと思います。で、まあ、せっかくの機会ですし、もう S ランクってちょっと怖そうなんですけれども、行ってみますか？じゃあ行きましょうか。はい、あのただあのもちろん私はあのここにいる開発者の皆さんとあの上手じゃなくて全然そのレベルには及ばないんですけれども、挑戦してみたいと思います。ただその前にちょっとカスタマイズできるっていう話も先ほどあのさせていただいたんですけれども、ちょっとその設定もさせていただくことは可能でしょうか？もちろんです。じゃあそこから始めたいと思いますので、ゲーム画面の方出していただいていいです。数の召喚獣アビリティをもう解放しているデータになっていますので、まずはマックスさんにご自身がどんなアビリティを操作するのか、好きなものを選んでいただきたいと思います。 All right, so we have multiple icons unlocked for you here, and you can pick the ones you'd like in your loadout in the abilities, the gear and icons menu. Yeah, I think, so my whole goal is toKill this creature before it kills me. So I'm going to use Flames of Rebirth first off. 殺される前にこのモブを殺したいっていうのがまずもう第一の目標なので、あの転生の炎を設定します。 And on Garuda, I think I'm also going to try Aerial Blast. I think this is where we're going. This one has a lot of damage associated, I believe. で、ガルダの方でもその大技のエリアルブラストもセットしようかなと思います。やはりダメージを大きくあの与えたいなと思ってます。本当に最高技ばっか選んでますね。So you're choosing all of the strongest attacks, bringing out the big big guns. Yes. Okay. Full berserk class. もうなんていうか。ゴリ押しで行きます。やられる前にやるですね。That's right. And what I did also notice is that certain abilities can actually be mixed and matched. So when you, I believe you find a mastery of an ability, you're allowed to put that on something that might not normally allow it. For example, we have Titan here. I am going to put Judgment Bolt. Oh. Over Titan. I'll still have the block. It's okay. 16の中ではあのまあ。あのアビリティを強化するシステムがあるんですけれども、マスターするとあのいつもとは違う召喚獣に設定することができるっていうことに気づいたので、ここはタイタンの枠にあの、裁きのイカズチをセットします。3つの召喚獣までしかクライブは装備できないんですけど、大技を4つ装備したいので、こうあのマスター化して裁きのイカズチも持っていくってことですね。素晴らしい。 So basically what you've done is, even though you can only channel three icons, you've channeled those three icons and then mastered the fourth icon's
best attack. And so now you have the best attacks of four icons on three. Okay, we see what you're doing. You gave me too much power. もうなんか、あの、瞬間火力に結構長けてるカスタマイズ内容だと思うんで、まあ、これもこれはこれでいい一つの形かなとは思いますね。I mean, I guess this is one way to do it. I mean, you're going all out. We'll see how he does. I mixed and matched one more. Lightning Rod is always a very fun ability in this game. I think I'm going to need some range. So, yeah, I think we are ready to go up against this hunt.Should we back out from here and talk to the Moogle? はい、それではあの、まあ、組み合わせとしてもあのライティングロードもちょっと入れさせていただいたんですけど、遠距離もあの必要なんじゃないかなというふうに思っております。これで準備完了だと思うんですけれども、ここからはあのモーグリにちょっと話しかけた方がいいかしら。そうですね、一回モーグリに話しかけてもらって掲示板を開いていただけますか。All right, yeah, so let's just let everyone see what the hunt board actually looks like. So talk to the Moogle.He's so cute considering how dangerous this is about to be. もう本当にこれから危険な旅に行くんですけれども、可愛いんですよね、この子は。はい、このようにモーグリに話しかけると、今討伐できるモンスターたちが、指名手配されてます。All right, so when you open the hunt board, it looks like this. You will see the billets showing the different notorious marks that are out there. I see you're on an S rank run here. もうマックさん、S ランクのモンスターをカーソルを合わせてますね。I mean, it looks like you're ready for the S rank.Not gonna even... I think I would disappoint so many people if we didn't go immediately to the hardest, most difficult thing. ここで S ランクやらないとちょっとね、がっかりさせちゃうので、行きたいと思います。All right. じゃあ、あと掲示板、あの、このモンスターのいるところにちょっと行きたいと思いますんで、一旦僕の方にちょっとコントローラー。All right, so because we don't want to have any spoilers, we're gonna turn off the screen. Turn off the screen. Oh no, I guess we can keep it on.Oh no, we keep it on. Yeah, we can keep it on. All right. We're going to jump. ここまでは大丈夫。Because we don't trust Max to go to the wrong place. Okay, you can bring the screen back up. That's okay. さあ、まあ、自分で本当に探しに行こうとすると意外と見つからないので。Okay, here we go. ここまではまあ僕の方でちょっと移動させてもらいましたが、ここからはマックスさんに探してもらいます。See if he can find the mark. 頑張ってください。まずはまっすぐちょっと、right, so、この村を出てもらえますか。Go straight out of the village. I was about to say, I think it's up to us to figure out where these creatures are. It didn't immediately pinpoint it. いやでも普通でしたらあのプレイヤー自身があのリスキーモーブをちょっとあのそのヒントからいろいろ考えて探すっていうような仕組みなんですよね。そうですね。ただ今日は時間の都合上ちょっとショートカットしています。Yeah, I mean, you know.We don't have much time here today, so we'll kind of skip that. We'll tell you where this one is. Thank you. ありがとうございます。ちょっとね、ここ今あいにくの空模様で曇りなんですけど、まあ天気のいい瞬間も見れたりするんで、そこはゲーム内でご覧になっていただきたいと思います。Right. So this area that we currently see, you can see it's kind of foggy today, but this is at this point of the game, it's foggy here. Normally, it's much. The skies are much blue. まあ移動もあれなんで、あのチョコボ使っていただいても大丈夫。I mean, if you're tired of running.You could always ride a chocobo. I can press the R3 button. Okay. Yeah. Okay. じゃあ R3 あの押してみます。じゃあもうチョコボに、チョコボに乗ったらもうモンスター戦わずに走り抜けちゃってください。Yeah. Don't bother with any of those other monsters. Just go. I'll do my best.右へ。You're gonna turn right. Just gonna turn right. Oh, there we go. そして、turn a little bit straight. Over the, around. Okay. Yes. Go straight. Okay. Go straight. We entered the land of spoilers. Yeah. ね、ここは。まっすぐ。All right. Now go straight. 遠くに見える。遺跡のようなものをちょっと目指してもらえると。So you can see those ruins in the distance there. That's where we're going. Yes, yes. Okay. It's getting a bit spooky out here. I'm just making a note that it's getting scary the closer we get. でちょっとなんか雰囲気怖くなってきました。あのまあここはあのちょっと滅んでしまった廃村とのなんですけど、まあそんなところに危ないものは出てきますよね。
I mean, so currently you're in an abandoned village. I mean, you can probably figure out why it's been abandoned, possibly. Almost there. And stop. Slow down. Talk. We can see. In the back. Okay. Jill was fighting. Jill was trying to kill the spider. I'm assuming that's our target right there. That's your target. That target. I need moral support. I feel only slightly better. Okay, are we ready? Are we ready for this? Is everybody? Are we good? The plan is to live as long as possible. じゃあできるだけ長い時間生き続けます。生き残ります。いやぜひ勝っていただきたいですねこれはね。Yeah, I mean, try your best. My apologies if I don't talk. I'm gonna be concentrating. もうあんまりここからは発言するのはちょっと難しくなっちゃって集中しすぎてなので改めて。これレベル差が15あるんで本来だったらもうとても辛い戦いです。So, this battle, you have Clive at level 30. The level of Atlas is 45. So this is a big difference in level here. So this is a very, very difficult battle. 一撃一撃がとても重たいのでなるべく避ける方を重点的にやった方がいいですかね。So yeah, each attack is going to be very strong. Oh, nice! So you got to get out of the way. Whoa!アビリティはリキャストタイマーさえ戻ってくれば何度でも使えるのでこのようにどんどん大技使えるうちに叩き込んじゃうのも正解だと思います。And so yeah, each of the big attacks have cooldowns, so you watch those cooldowns and when you can use them again, use them again. Oh, no. これは、ああ、避けられた。ああ、危ない、危ない。Out of the way, out of the way. Oh!うまいっすね。あ、おお、いや、うまい、うまいです。うまい、うまい、うまい。This Max guy is pretty good. Oh, you had to say something. そう言った瞬間に。敵の攻撃に対してクライブの攻撃をこうタイミングよく合わせるとパリっていうのは成立しまして、その間は普段よりも高いダメージを与えられるっていう。チャンスタイムになってます。 So Final Fantasy 16 has a parry system. So if you time your attack at the moment that the enemy attacks, you will get that parry and then you'll be able to deal even more damage. But it's very, very risky. How about... Oh, nice. Chance! Take down. テイクダウン中はこうトータルのどんだけダメージを叩き込むことができたかっていうのが最後に表示されます。When you stagger an enemy, and it's down, that the damage that you deal while staggered is displayed at the end of the stagger. マックスさんちゃんと避けれるんでなかなかこう負けずに。戦えますね、これは。 So Max is doing very good at dodging these attacks. And that's why he's surviving for so long. So that's a very good strategy. Oh! Whoa. 大丈夫です、問題ないです。問題。ああ、リミットブレイク。 So he uses limit break. Oh, nice. チャンス、今チャンス。これ勝てちゃうんじゃないかな。いけそうっす。You think maybe Max is actually gonna do this? I think he's gonna do this.
さばきのイカ槌はこのゲームの中でもかなり強いアビリティなんで、マメにダメージを与えていくと有効ですね。Judgment Bolt does a lot of damage in this game, so you want it, when you want to finish a battle quickly, that's what you use. I'm sorry about the dog. Very sorry. ただモンスターもヒットポイントが減ってくるとだんだんちょっといやらしい攻撃をするようにはなってくる。おー、ナイス！Of course, as the enemy's hit points go down, the enemy starts, you know, doing some pretty unfair attacks. So we'll see what happens. Nice, dance down. Oh. Let's go! Kick his ass, C-Max! でもちゃんと追い詰められた時にリミットブレイク発動してるんで、すごく上手ですね。これいけるいけるいける気がする。いける気がしますね。Do this. Oh. Oh my God. Oh. Oh. I'd like to warn everyone, I'm getting close to having no healing. Oh, no, oh, nice. Oh. これは追い込んでる追い込んでる。うん。He's got him on the ropes. Oh! Oh, めちゃめちゃいいところまで戦えたこれ。しましたね。素晴らしい。すごい上手でした。So I really tried there. That boss is, I think, 15 levels above where we're currently at this point in the game. But yeah. I would love to know if Suzuki-san possibly take this. Can you show me a thing or two? Is it possible we can get developers to at least? I'd love to see how they play it differently than me. Now,15ぐらい差があってとっても難しかったんですけれども、こういう時は、まあ、せっかく鈴木さんも来てらっしゃるので、エキスパートがどのようにプレイするのかっていうところをちょっと見せていただけますでしょうか。了解しました。 OK、 実は最近この IGN ジャパンさんの方でこの S モブ動画の僕がプレイした動画ちょっと投稿させていただいたんですけど、お願いして、ただこのテス巨人戦僕しくったんですよね。 So recently I actually did this challenge for IGN. They had a video where I did this battle and I lost. And so I think I want some redemption. Yeah! なんでもう良い機会なんでこれでちょっとリベンジできたらなと。 I said, let's do this then. はい。 Okay, let's turn onOkay. Game screen? いや、本当面白くなりそうですね。なんか食べながら見たいね、これは。All right, yeah. So somebody bring me a beer. I'm ready to. じゃあやってもらいましょうか。Here we go. これまた負けたら面白いかな。Wouldn't it be funny if he lost here too, huh? ちょっとすいません、口数少なくなっちゃうと思うんですけど。Sorry, I'm gonna refrain from speaking now, so. So I'm really curious to see the differences in play styles. Like, I was going for an all out crazy damage. ここは本当にプレイスタイルの違いも。And I'm already seeing some nice defensive stuff.
とても気になるんですけれども、私はもう一気に飛び込んだんですけれども、ここでまあ、その選択とかスキルの選び方もすごく気になります。あ、彼はもうテクニカルな戦い方をしようともう企んでいるので、カウンター系のアビリティを割と多めにつけてるみたいですね。So Suzuki-san is a very technical fighter, and so he's going to have a lot of attacks with counters in them, like you saw. I believe Titan has many physical counters, which is always fun in action games when you can switch an enemy's attack to being something that's beneficial for you. で、タイタンもいろいろ、なんていうか、反撃していけるような技とかアビリティがあるんですけれども、やはりアクションゲームでカウンターをするのはすごくなんか楽しくて、敵の技を自分のものにして、そこを攻撃に変えるっていうのがとても快感で。確かにタイタンもカウンターできますし、ガルーダ、ナイス。これ今、引き倒しからガウジを使って、ウィルゲージを結構多めに削るっていう感じですね。So yes, when his will gauge was down to half, he used the deadly embrace to pull down the enemy and then hit him with gouge. 今のは魔法攻撃をフェニックスのアビリティでカウンターして大きくダメージを跳ね上げてます。And so what you saw there is he uses the Phoenix ability Heat Wave to cancel out the magic and then counter with three attacks.まあ、このようにマックスさんがおっしゃるようにカウンター系アクションゲームすごい醍醐味だと思うので、多数バリエーション用意して、これもカウンターですね今の。 And so yeah, that was a counter as well. We've got lots of counter type of attacks for this game as well, just like you said. I'm already seeing several things I had no idea existed. いや、もう本当にこういうこともできるのかってすごい先ほどのプレイからたくさん見てきてすごいワクワクしてます。I'm seeing the biggest difference in game plan. He's doing a lot of will damage to eventually get them on the ground to do more damage, right? で、ここなんていうか、私のプレイと一番大きな違いというのは、もう確実にウィルゲージを削っていって、テイクダウン中に大きなダメージを与えてるっていう作戦みたいですけど。そうですね。もうテイクダウン中はとにかくダメージチャンスなので、もう大ダメージを狙ってます。So yeah, when an enemy gets staggered, that's when you want to deal the most damage because your damage goes up. さっきから一言も喋ってないでだいぶ緊張してますね、彼。You can see he's not saying anything. He's very, very nervous right now. So. いや、これだけの皆さんの前で集大は晒したくないでしょう。So yeah, I mean, you know, we're in front of everyone. Oh, nice. We can't lose here. We gotta impress the.That's actually a counterattack. I had no idea. でも、あの技もカウンターできるってすごいですよね。知りませんでした。ナイス。I'd like to note how difficult this is. He's been working this creature and it's at 50% health. でここはすごい難しいというか、もうすごいいろんな、なんていうか、すごい戦い方とか技を使ってもまだ 50% しかヘルスポイント削ってないんですよね。これはやっぱりレベル15差っていうのはやっぱりでっかいっていうのと、まあ、クライバーレベル30までの装備まだをしか持ってないので、やっぱりこの差を埋めるっていうのはテクニックだけだとなかなか難しいです。And again, it's that level difference right there. He's got that 15 levels. Also, he's only wearing level 30 gear, so his gear is going to be weaker as well. Wow! このようにこう熟練してくるとトータルダメージだけでも5万近く普通に出せるようになったりするんで、こういうのを競い合うっていうのも楽しいかもしれないですね。So when you get good, that stagger damage, you can get that up to about 50,000. Okay. I love when you have to internally keep in mind all of your abilities and if they're available when you eventually stagger the enemy. いや、もうなんていうか、
自分の頭の中でアビリティを整理してテイクダウン中に使えるものを取っておいてとかその戦略性をまあいろいろなんていうか考えながら戦うというのはすっごく楽しいです。大好きです。いやそう言っていただけるとすごい嬉しいですね。まあこの戦い方も一部の例ということなんでもっといろんな戦い方本編ではできるんで楽しみにしてもらいたいです。 Yeah, that's really cool to hear. But again, this is only one way to attack this enemy. There's lots of different ways, maybe even ways that we as the developers haven't thought of yet. So 先ほどのマックスさんと同じくらいまでダメージを減らしましたかね。これはおー I see that attack and I'm getting horrible flashbacks now.あぶね。That was close. これはリベンジなるか。Getting revenge. Got it. Oh, limit break. リミットブレイクは攻撃力が上昇するんで、こういう時。使ってからアビリティを使うっていうのは一つの作戦です。So yeah, when you stagger, when you use limit break, your attack power goes up. So using it when you've staggered will give you that extra damage. Oh, is he done? Yeah! よかったです。何回かしくりましたけどね。いやリベンジ、リベンジ達成、リベンジ達成です。God is revenge and leveled up. というか戦いを拝見させていただいて思ったことなんですけれども、プレイスタイルは本当にさまざまな違う形があるんだなっていうふうに感心しておりました。で先ほど鈴木さんのプレイの中ではその防御に長けた技をたくさん使用していたと思うんですけれども、まあカウンターだったりパリだったりその魔法のカウンターも入ってたんですけれども、まあ発売したら私もぜひこの戦いも一度戦ってみたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。マックさん自身も大変やっぱりゲームプレイがお上手で、正直我々あそこまで追いS ランクのモンスターを追い込めるとは正直思ってなかったんですけど、予想外です。もうお見事でした。ありがとうございます。そう言っていただいて、まあまず目標としてはとりあえず生き残りたいとだけ考えてたんですけれども、それがちょっとね。光栄なこととしては皆さんと一緒にステージに立てることができて本当に嬉しかったです。改めてありがとうございました。こちらこそ本当に今日マックスさんと同じステージ立たせていただいて大変光栄でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの後一旦小休憩挟みましてアナラピアスさんとマヒロのステージになりますのでお楽しみにお待ちください。